在留する外国人が増えております。2019年末で293万人余りというふうにホームページが発表されてますけれども、こういった外国人を理解する上で日本人の移民の歴史を伝えることによって、特に若い人たちに国際理解を深めてもらうという活動を